シンデレラ。あるところにお父さんとお母さん、そしてかわいい女の子が幸せに暮らしていました。しかしお母さんが病気で亡くなってしまい、お父さんは新しいお母さんと結婚しました。新しいお母さんには二人の娘がいて、新しいお姉さんになりました。そこから女の子の生活は変わっていきました。女の子はお母さんやお姉さんにいろいろなことを言いつけられました。家の隅々まで掃除をしてちょうだい。身の回りのお世話をしてちょうだい。早くご飯の支度をしてちょうだいだブー。2番目のお姉さんは普通の体型なのになぜかデブ声でした。女の子は部屋も取り上げられ、寝床は煙突のそばの灰まみれのベッドになりました。そして女の子はシンデレラと呼ばれいじめられます。かっこで豆知識、シンデレラは灰かぶりって意味だよ。ある日お城から舞踏会の招待状が届きました。しかしママ母とお姉さんたち三人に、せーの、あなたはお留守番だよと卒業式のように声を合わせて言われました。舞踏会の日、シンデレラは家で泣いていました。すると突然妖精が現れて言いました。マジ自分超頑張ってっからプレゼントあげちゃう的な、ま、トリマーかぼちゃとネズミ5匹持ってきて。妖精はギャルでした。シンデレラは言われた通りに持ってきました。じゃあ行くよ、ケピーと呪文を唱えました。かっこで豆知識、ケピーとは乾杯っていう意味だよ。するとカボチャは馬車に、5匹のネズミはお供の人間になり、シンデレラは美しいドレス姿になりました。これ12時になったら消えちゃってマジヤバたんだから秒で帰ってきてよね。シンデレラがお城に着くと、すぐに王子様がやってきて、一緒に踊ろうとおしゃべりをしてきました。そうこうしているうちに、ゴーンゴーン、カルロスゴーン。12時の鐘の音に気づいたシンデレラはびっくりして慌てて走り出しました。しかし途中でガラスの靴が片方脱げてしまい、それに気がつきませんでした。王子様はシンデレラの落としていったガラスの靴にぴったりな人と結婚することにしました。ガラスの靴を持って国中の家を訪ねます。最後にシンデレラの家にやってきました。二人のお姉さんは靴を履けませんでしたが、シンデレラにはぴったり。あなたこそが姫様じゃ、わしとお目音になってくだされ。王子様は弱い80でした。シンデレラはマジないわと言いましたとさ、おしまい。ぜひお子様の寝かしつけにお使いください。